それ履いてください。これはやっぱりいいでしょ。かわいい。ようこそ田沢湖。日本一深い湖です。おお。海みたいだよね。コバルトブルーって書いてあったけど、ブルーかな。瑠璃色の湖らしいよ。おお、来た来た。あ、でもあっちなんか綺麗よ。雪のほら、なんかブワーンってしてる。すごい。これ湖？海だろう。すごいね。ボート、夏とかボート乗れるのかな。と思ったらそうでもないな。綺麗っちゃ綺麗。すごい雪が降ってきたぜ。綺麗だぜ。これが田沢湖だぜ。北海道のあれやなかった。マリモがある。すごいよ。綺麗ね。はい、ダイブ。絶対慣れるやろ。そらくん、そらくん、なんか食べよる。おーれー、やっぱ寒さに強いのか。あ、こっち見て。なんかあの、なんとか地とかあっち方面まで行けんかったね。ちょっと行ききらんかったね、おトイレ問題で。うん、トイレから離れると怖かったっけ。怖かった。桜が全部しだれ桜。おお、そう。桜の時に来たら綺麗やつ。ここなんかいい感じ。吉井さんって書いてあるの。吉成さん。吉成さん。吉成さん。家ここ。吉成さん久しぶり聞いたね。すごい綺麗ね。なんか。なんか折れて落ちてくるんだね。ああ。地酒ってそっちに書いてある。ねえ。あそこすごい降ってきてるよ。かぶってたからよかったんじゃない。あ、やっぱ吉成って書いてあるね。すごいね。あ、おかぶっときゃよかった。武家屋敷茶屋。あ、なんかアイスがある。サミード、あれ緑うんこもある。いつものやつ。いつものやつね。旅館どこ、ここじゃなくて南にあるだ。あ、味噌切りタンポンも売ってあるよ。でもキリタンポ食べに行くからね、今から。でもなんか美味しそうだね。キリタンポで300円。力こんにゃくあるよ。これ300円だって。3から4分で。でもすっごいお腹が痛すぎる。これはいいね。なんかほら綺麗よ。なんか固まってるみたいな、ゼリー状みたいな、ね。綺麗な食べ物みたいな感じで。ここがね、雪と紅葉のコントラスト。うーい、キリタンポって面白いね。ちくわみたいな。そうよ、さっきのお米なんでしょ。米でほら、稲庭がもあるんですね。あげようか。でちょっと、こっちも見てみましょう。
めこ、いぶりがっこもあるし。はい、また。はい、ありがとう。はい、どうも。うわ、聞いとるぞ。ここ熱そうね。はい。よし。バッカン。美味しそうです。ではいただきまーす。中村市、境内案内です。これですね、要するに。あ、そっか。撮影禁止の可能性があるんですか？でも撮影禁止って言われんかったよ。だけどそこまではいいんじゃない？あ、そういうことか。うん、奥で言われる。ここら辺綺麗だもん。ほんとね。わー、すごい綺麗。よかったね、ほんと人がいない。うん。やっぱほら、団体と離れたけんね。うん、団体で来てるのに団体から離れるというね。荒技を使って。ちょっと写真も撮って、じゃあストップ。いや、サラサラです、さっきのところに。わー、ギリギリ、よかったね、本当に。雪が残ってる。雪と紅葉のコントラスト。あ、やっぱりここからもうダメですよ。そこまで行ける。そこまで行ける。はい、でギリギリまで行きましょう。模型は中にある。中にある。中ってことね。うん、はい、ダメですからね、ここからね。はい、いってらっしゃい。あ、また入り口してますんか。本山邸というレストハウスにテラミスがございます。面白いね。テラミス600円。本当？ちょっと見ていこうか。あ、招き猫みくじとかがある。あ、本当だ。猫みくじがある。猫ちゃんのためのおみくじですって。行きな、ここほら、ペットのお名前とか書いて。あ、そういうこと、願いが、うん、あれ、自分たちでおめめ書いたんだ。へえ、面白いね。猫みくじがあるんですけど。本当だ。あ、あれ、ちびたかどっかに。ちびたくん、あ、来た、来たよ、ちびたくん、かわいい。中村寺にゃんこですか、ちびたくんは。中村寺にゃんこですね。あ、サラサラしてる。ちびたくん。ちびちゃん、バイバイ。バイバイちゃん。さようなら鬼神戸。晴れてきたね。最終便です。さようなら、ホテル鬼神戸、さようなら。それでは皆様、改めましておはようございます。昨日の夜はね、着いた時あたり真っ暗でしたけれども、今改めてね、景色一望することができます ね。すごい山の中だね。はい、松島カキバーガー。ここは松島お魚市場でございます。焼き牡蠣ハウスからの牡蠣の匂いがすごいね。はい、ポケモンのマンホールを探しております。逆ですね、向こうですね、こっちですかね。では行きましょう。ねえ、サンキーですよ、日本の。わー、なんかそれがわかるね。綺麗、キラキラしてる海が。わあ、綺
船に乗る方たちがあそこにいらっしゃって、その奥にあれが出会い橋じゃないかな。出会い橋もちょっと気になるけど。あそこ行ったら出会いがある？あるよ。そう。うん。後で行こう、それぞれ。それぞれ。あっちに行きましょうかね、では。すごいね。ねえ。はい、どうぞ。綺麗、赤い橋。なんか、あ、遊覧船乗ってる今。めっちゃ声聞こえる。あ、もう聞こえた声。ほんとね、透き通ってるね。ひょい、いいですね。あ、改修工事中だから穴なっちゃってますよって言ってるんだ。ここなんかちょっとミニ神社があったり。あーねえ、船もほんとにあるだね。この先が綺麗なはず。わあ、ああ、なんか絵になってるね、あそこ。あ、ここ、あ、お参りするとこなんだ。そうなんだ。へえ。カモメたちが行ってます。うわ、大きいね。ほんとめっちゃ並んでる、奥。あの大きいのが、あ、で、また戻ってきたね。50分かけてこう巡るんだね。島々があるってことか。へえ。あ、ちょっと待って、あっちの橋がその出会い橋、すごい長いんだけど。長いね、あれ。めっちゃ長いよ。へえ、あれ行きたいね。歩ける？歩ける、なんとか。もう一箇所なんか有名な場所があるんでしょ？逆側だね。そこ行って、あれ行けたら行こう。はーい。何か見つけた。あったのね。あった。おー、分かりにくいね。いや、なんかすごい、松島ラプラスって書いてある。黒いのが2匹映っとんね。ラプラスです。かわいい。よかったね。では写真も撮ります。しました。1300円に比べたらお安いですね。1300円どこだったの？2個です。はい、払ってきてください。はい、はい、行きましょうかね。こういうとこもやっぱ御朱印集める人はいいね。本堂入り口です。どうぞ。え、かわいい。南部鉄器の。え、かわいい。あれとか本当に。あ、袋がある。手焼き体験ができるんだ。キューって書いてある。すごいね、豆の、セットがあるんだ。だだんごと、すんだキャラメル、すんだプリッツ、すんだラックチョコ買いました。かき小屋松で今から昼食をいただきます。あ、すごいね、ほんとだ。かきの殻、
香りもすごいもんね。あ、かけのつまり。はい、海鮮丼と牡蠣、焼き牡蠣だったぜ、嬉しい。これまた運命から、ごめんなさい、なぜかあなたはホタテですね。でもホタテ美味しそう。プリプリしてるよ、すごいね。うれしそうね。いや、私かき氷と思ってて本当に嬉しい。久しぶりこんなでかいの。建物行ってください。はい、何ですか？今回のツアーのアンケート。やっぱそういうの書くんですね、ツアーって。ここ匿名でなんか封筒に入れて。嘘書く。わざわざ。栗山と星五九。あ、そう。これを三つ折りにして入れて。天獣神にお渡しください。お渡すってことですね、もっちっちに。甘い、うん、甘い、お願いします。ディズニー見て帰りますせー。